おはようございます。おはようございます。こんにちは。おにぎりとおかんのおにぎりです。ちょっと今日はね、おにぎりとおかんの夏休みということで、どこ行こうって言ったらおかんが姫路に行きたいと言い出したので。姫路城見たことないね。なんでちょっと今日は今から急遽、お盆も中盤に差し掛かってますけど、姫路の方に行きたいと思います。行ってきます。行ってきます。はい、どうも。今から姫路まで2枚買いました。レッツゴー、姫路。レッツゴー、来ない行こう。新快速乗ります、はい、エスカレーターにお乗りの際は手すりを持ち黄色の線の内側に暑いな風がええわおかんと二人でこんな出かけ方すんのほんで車じゃない、車で行ってもよかったけどなちょっと酒飲まねほんで盆やから小虫だ、はい、そろそろもうじき姫路に着きますね。お腹すいたな。お腹すいたし喉も渇いた。今ストーリー上げたらみんないろんなお店教えてくれたから、うん、ちょっとどっか行く、うん、姫路城に行くまでにちょっと、ね、水分補給も腹ごしらえしてからちょっと姫路城の方に行って行きたいと思います。でそこから考えます。そう、ね、今日の一日の行動をどうしようかなと。どうしようかな。都会や、えらい都会や。到着です。アイスコーヒーよ。エスカレーターを走って上り下りしてください。ここは私が預かってたから。ああ、そうそうそう。はい、無事姫路駅に到着いたしました。姫路城前ようこそ姫路へ。アホ。お腹すいたな。せやね。ちょっとどこで食べる？こんなとこで食べたらいいの？ちょっと考えようか。これ なんていうキャラクターなんですか？白丸姫と言います。白丸姫。はい、白丸姫、ね、覚えて帰ってください。ありがとうございます。すげえ可愛らしい。はい、あ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。すいません、何もうた？こんなチールももうた。あらあら、嬉しい。とりあえずちょっとご飯行きましょうか。はい、ねモーター駅直結のなんかあるみたいなの。この辺ちゃう？この辺。はい、というわけで姫路に無事着きました。で、なんかようわからん白丸姫か、ようわからん、なんか白玉の化け物みたいな。一緒に写真撮ろうと思った。距離感はね、ソーシャルディスタンス。なんでちょっとさっきリスナーのフォロワーの皆さんに教えてもらったちょっと飲み屋を探してお昼ご飯をまず食べて。お昼ご飯まず食べてからもう目の前に姫路城があんねん。そう、おー、ほんまよ。はいはい、素晴らしい。からこいつとりあえずなんか近くのほら、アナゴ料理とか言って書いてあるよ。え、どれ？あそこの1階、2階、3階、4階アナゴ料理。あ、ほんまやね、書いてあんね。天ぷらとか。インタビューする。姫路には元気な若者があるんです。ほんまやな、やっぱええ町や。せやけどなんか新喜劇みたいな。偉そうに言ってんの、うん、不敬さんにしか偉そうに言ってへんねん。そういうわけで、はい、お腹も空いてんけどアナゴを食べに行きましょう。なんかアナゴが有名やねんって。なあ、知らんかった。まあね、今ちょっとご体操なアナゴ屋さんだけど、そんな体操ないらんねん。そうちょっとささっと食べて喉も渇いたし。デンスケアナゴっていうのが有名なの。あ、そう気軽に入る。あ、ほんまや。武田の穴子飯。ちょっと見てみようか。でもなんかあそこも
がっつり系ちゃう。いや、なんかいろいろ並んではるやん。え、ほんまや。ちょっと後ろから中見て、中見てみようか。これ持ち帰りや。持ち帰りか。姫路のれんが、え、のれんが、え、めっちゃいいやん。いいやん。え、え、お母さんここ好きかも。これ天ぷら串カツどこでも食べれんのね、姫路。え、いいやん。いいやん。のれんが行きます。ちょっと行ってみようか。ちょっと通ってどこ入るか聞く。うん、ちょっとタバコも吸えるとこあったわ。あ、素敵。ちょっと一本だけタバコ吸うってもらえるかな。というわけでヤニをチャージしたお母さんですが、なんか良さそうやん。こんなんあるし、これそっちじゃん。じゃあ入り口はあっちだよ。こんなん別にタバコ吸っていいやん。じゃあほら、いいやん。ちょっとダーッと向こうまで見てみようか。寿司、姫路、いらっしゃい、姫路のタイ屋台。姫路とタイに何の関係があんねん。ジョハンス山にもあんねんか。どこでもあるやん。マルマサ、あー、これがだからさっき言うとったで、ここ A で言うと DM モードとか。あ、そうやな。ここで姫路おでんもある。ちょっと、とりあえずビール飲むか。取りましたね。今見つけたから。あ、教えてもらった。教えてくれた人ありがとう。やった。ええー、な、ここでも。暑い。いや、変にもそんな暑ないし。な、な、ありありや。とりあえず。あ、まあ生やろ。生スーパードライし。はい、生ピタッチョ。あ、そんなの串焼きとかもある。姫路の名物って何なんですか？失礼します。あんなごです。お仕事です。ありがとうございます。はい、どうしようか。とりあえず生2つと、はい、とひねぽん。ひねぽん、はい。姫路って何が名物なの？姫路の名物ですか？この辺、ここの名物やんな。ここの名物、ここの名物はこれ。ひねぽんと肝の網焼きですかね。肝って何の肝？鳥？はい、鳥の肝。あ、じゃあええかな。じゃあひねぽんと、はい、穴子重半分こしようか。うん、穴子重。はい、とりあえずさっきそんだけ、はい、どうしてもらっていいですか？お願いします。はい、ありがとうございます。はい、乾杯。はい、乾杯。うまいな。遠出して飲むビール最高。そうそうそう。だから車や飲んでよかった。うまや。車でこれはできる。まあまあ、なんじゃかんじゃなんじゃかんじゃ。じゃあここでちょっとひねぽんとビールだけ飲んで。そう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 。おでんもちょっと食いたいな。おでんも食べよう。ひねぽんとビール食って、で、おでん食って、で、白いコップ。で、あの、なんかそのなんとか横丁行ったら火当たらんとこをまず、うん、ずっと。いけそうね。うん、できるだけ火の当たらんとこを通って、うん、姫路城。あっつ。ついな、しかし。でもここ屋根があるからさ、外飲み兼屋根があってええやんな。ええ。そんな近畿呼吸に熱ない。な。うん、こちら名物のひねぽん。ひねどりって何やったっけ？おじいちゃんおばあさん、年いった方が何でも美味しいね、味が出てな。みこさんの方にポン酢ぶっかけたの。ピンポン。
まずいただきましょう。いやこれはうまいで絶対な。ニンニクじゃん。いやニンニクやろな。ニンニク生姜どっちやろ。あ、ニンニクやわ。ニンニクやってる。あ、なんか食べやすそうよ。あ、ポン酢さん、ポン酢さんつけたいわ。そうやね。ここに、ほら、ね、もうついて、ついて、上からかかってるからね。どう？うんへん。あ、うまい。いやでも、ほんまに。なんか。この駅の近くにこれがあるのが嬉しいな。もう提灯がいいやん。要するにあの天満の提灯街とかさ。そうそうそう、あれだったら来たことない人は、うん、こんだけ店があったらええわなと思うね、うん、私らほら近所におるからさ、あの辺別に珍しいもん何もないけどさ、うん、どこ行くどれするってなるわな。まあそれは楽しいわな、うん、来たことないから楽しい、うん、ほら喫煙可能ってやっぱりお母さんはタバコに導かれんねん。来てすぐに喫煙室あったよ。お前お会計してもらう。お会計しろ。すいませんすいません、お会計お願いします。はい、隣でおでん食べます。すいません、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ほんでここ行くの。こっちは、あ、タバコ吸えるやん。吸えるやん。姫路おでん。まあ、サクッとおでん食って、お城行きましょうか。お城行こう。ほら、ほら、生姜醤油。はーい。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらメニュー両面となっておりまして、はいはい、おでん。人気の組み合わせセットであったり、はい、ゾウクリームチーズをおすすめしております。はい、次のメニューですと、すぐ出てくるのでおすすめです。はい、はい、ありがとうございます。おしぼり、あ、どうも、すいません、失礼します。すいません、生姜醤油を食えねつけてくんが姫路流。姫路流なんだ。鬼川、いやー、ええお盆や。お前やっとなんかこう旅行はしてへんからね。そう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 、旅行気分に、はい、ちょっとあの天満から離れ、そうそうそう、天満からか大阪から兵庫県に来ただけやけどね。隣の県だよ、うん、俺もあれやん。3日前ぐらいに兵庫県来たね。そのだけ。じゃあ今度連れてってや。ほんまや、今度おかんと園田競馬でおでんになります。ありがとうございます。じゃあ生姜醤油はけてお召し上がり。はい、ありがとうございます。さあ、これが姫路おでんです。はい、生姜醤油をかけ、これ振った方がいいんちゃう。まあ、生姜なんか溜まってんな。飛び散らん、ふたしみてるわ。びっくりするわ。かける、つけ、いや、もうつけようや。ありがとう、そんなもんで。まあちょっとおかん好きな、ま、思わへん。テーブルがさ、うん、斜めってるとこがよくない。このまっすぐじゃなくて醤油が垂れる感じ。おかんちょっと料理か。ちょっとまず大根こっち。いい感じ。おでん自体は関西風やん。そうやね、あの関東にではない。生姜醤油。うわー、どうですか。そういうことね。生姜がさっぱりすんねん。この薄味のちょっと甘辛くはないけど、はい、私が娘しらたけけど、はい、でかない。でかな、ちょっと
余裕あるんだろうか。うん、どうですか。美味しい。普通に美味しい。超美味しいんだけど、普通の当たり前に美味しいのが安心できる。まあね。だいたいお腹いっぱいだ。大正解だ。大正解だ。いや。姫路城はどこ行ってる。うまい。まあこの後ね、姫路城行きますから。多分フラフラやだ私。ほな。行きましょう。そろそろあの、せっかく姫路に来たんやから。姫路城行こう。城行く前に2軒も走るんじゃん。でも分からんで、城に行くたどり着く前にもう1軒ぐらい寄るかもしれん。とりあえずそれしよう、それしようちゃうわ。とりあえず姫路城に向かおう。どうしましょうな。はい、お兄さんすいません、はい、お会計してもらって、はい、席の方でお待ちください。お会計が1760円になります。ありがとうございます。これだよ。知らんやろ。それが240円と領収書になります。すいません、申し訳ございません。ありがとうございます。今度はちょっと城へ向かいましょうか。キャスキャスもいいやろ。そうやろ。あ、間違ってないやろ。合ってる。そうやろ。大丈夫。よかった。ほな行きましょう。